先週末、毎日のように自宅に宅配便の荷物が届いている大手通販サイトが実施した年に一度の会員向けセールで注文した品々だ割安な価格設定に加え会員登録者は送料が無料という点が気軽な利用を後押しする配送スタッフの担当地区が決まっているのだろう 同じ人が午前と午後に運んできてくれたと家人が話していたダンボール箱がわずかに雨で濡れてしまったのを謝罪されかえって気の毒になったとも便利な暮らしを支える人たちのありがたさをついつい忘れがちになる送料無料の歌い文句が業界の地位を低下させ人手不足にもつながっている こう憤るのは全日本トラック協会だ送料は運送の対価としていただいているもので無料では決してないと実際は送料が発生し支払われているが見かけ上購入者の負担がないだけであるトラック運転手の残業規制強化に伴う物流危機 2024年問題が迫っている懸案に総合的に対応するため政府が示した政策には送料無料表示の見直しも含まれた日々の働きや気遣いを「ただ」と言われて気分が良いはずがない「経緯が事態改善の第一歩だろう」